あの実はコロナ禍になって自分が常に持ち歩いていたプーさんのティッシュケースが今トロントでお留守番中なんですよ。カナダで、はい、あら、でそれで、はい、コロナ禍でその急遽日本に戻ってきた後にその新しく相棒を作ったんですね、はい、だからなんか今 ある意味では浮気してるみたいなんですけどだからトロントで悲しんでるかもしれんねや本物ちゃんを早く迎えに行きたいなという気持ちと、まあ、これからも常に一緒にいたいなって思います。